アンドリアス・イエリック・ニック・ラス・イーエンフェルトは、スウェーデンの医師、作家、ブロガー、カール・スタードにある、医療センターの専門医、ザ・ダイエタリー・サイエンス・ファンデーションの理事。ヒマニア、糖尿病に悩む人に向けられた、ウェブサイト、ダイエットドクターの創設者であり、その最高経営責任者でもある。医師を12年間、家庭医を8年間続けてきた、ウプサラ出身。2007年、 ウェブサイト、コーストドクトルン、セオ解説。これは、スウェーデン最大の医療ブログである。2011年、英語による、ウェブサイト、d i e t d o c t o r c o m を解説する。炭水化物を極力減らし、脂肪の摂取量を増やす食事法の支持者であり、極度の低糖質、極度の高脂肪な食事を、肥満患者、糖尿病患者に処方し続けている。 ケトジェニックダイエットは摂取エネルギーの90%を脂肪から摂取し、6%をタンパク質から摂取し、炭水化物の摂取は可能な限り抑える食事法であり、古くはアメリカ合衆国の医師ラッセル・ワイルダーが転換を治療する目的で1920年代前半に開発した食事療法の一種である。 低糖質、高脂肪な食事を支持する者の一人として、民間テレビ局の t v 4や公共放送局のスウェーデンテレビにも出演し、食事のあり方について議論を交わしている。人を病気にさせるのは動物性脂肪ではなく、炭水化物である、今まで言われ続けてきた脂肪の摂取を減らしたり、低脂肪な食事をするようにという。 伝統的な食事法は何の役にも立たないが、炭水化物が少ない食事は、肥満患者や糖尿病患者の健康を改善できるだろうと確信しており、低脂肪の食事は、長期的に見ても体重の減少に効果があるとの証明はされておらず、食事のあり方を変えるべきであるとの立場を明確にしている。2008年に、スウェーデンの保健副市長とアメリカ糖尿病協会が、 炭水化物を制限する食事法は、肥満や糖尿病治療に役立つ可能性があるという評価を下すも、ある5人のダイエットの専門家がそれを認めなかった。イーエンフェルトはこれに対して大いに疑問視した。2009年、イーエンフェルトはスウェーデンの医療雑誌、ドガンズメディシンにスウェーデン食料庁による動物性脂肪を避けるようにとの警告には何の根拠もないこと。 国が推奨している、現在の食事内容を直ちに変えるべきであるという内容の記事を12人の著者と共に共同で寄稿した。2011年、イーエンフェルトは著書、ローカーボ、ハイファットフードレボリューション、アドバイスレシピスツーインプルーブユアヘルスリデュースイアウェイトを出版し、炭水化物を制限する食事法を進めている。本書は英語で書かれ、 スウェーデン本国でベストセラーとなり、八つの言語に翻訳された。スウェーデン国内でも積極的に講演を行っている。英語にも堪能であり、アメリカ合衆国の各地で講演を行っている。ありがとうございます。